古いお方のをその蘇らせて自分の役割といいますかね、後世の人たちにそれをまたいい形で伝えていくお手伝いですね、はい、橋渡しといいますか。Hi guys, I am Gina, I'm your navigator today and we are in Osaka. Osaka was the center of logistics and commerce during the Edo period and was better known as the kitchen of the land. But today, I want to take you to a really, really special place here in Osaka that is called the Katana Lab. So please join me.Hirano Ward, Osaka City, there's still a beautiful cityscape with townhouses, but it's also a place where you can enjoy the Japanese scenery, like temples, also warehouses, and old mansions. There's also a workshop here, and I want to take you there. Let's go. Okay guys, so I'm now at the sword research field of Hitoaki Manasa-san. Manasa-san, こんにちは、お願いします。こんにちは、よろしくお願いします。闘技師っていうお仕事の内容もちょっと詳しく教えていただけますか。そうですね、錆びてるお刀だとか、そのすごくこう傷んでる刀が、ま、古いお家から出た場合ね、それをまた蘇らせる仕事とか、今の刀鍛冶、現代の刀鍛冶が作ったお刀に命を吹き込む。 Now he will teach us a little bit about everything that he used for his own job. 紹介していただけますか。そうですね、この全体のもの、大きなこの、はい、あれを研ぎ台とか研ぎ船とか言います。その中に入って水がこぼれないようにね。でここ桶、はい、ですね、水を入れて、現在のそのプラスチックでもいいんですけど、うん、やっぱりこういう木の方が刀を傷めない桶を作る職人さんにやっぱりオーダーしてこういうのを作ってもらうんです。この木ですね、この上にこう両足を乗せてですね、これ砥石なんですけど、砥石が研いでる時に動かないように、ここに体重がかかるもんですから、はい、でこれを踏まえりっていうんですね。でこの姿勢を取るのが大変な、ちょっと最初は大変だろうと思うんです、はい、うん、この形はね、やはりこう昔の研ぎ師に、私の先輩でのだいぶ江戸時代とかなんとかいう人たちがもうだんだんとこう工夫されて、こういう形に、はい、研ぐ形に決められたわけですから、はい、ですからこれが一番その刀を研ぐのに理想的な合理的な形なんですね。はい、じゃあいろいろ進化してきたわけですよね。そうです、そうです、うん、はい、じゃあ一番最初はじゃあこういうのはなかったってことですか。多分ね、なかったと思いますね。ただ座ってこういうふうにして研いどったりですね、でもこれではダメだなということで、はい、いろんな、まあ、こういう形がだんだんと改良されてきたんじゃないかなと思います。There are two types of roles in polishing Japanese swords. One is to bring the Japanese sword to life by polishing the Japanese sword strokeby the swordsmith and highlighting the beauty of the ground iron and hammer. The other one is to polish the old Japanese sword and revive the beautiful view again. What both of them have in common is to find the beauty hidden in the sword and bring it to the table while having a close dialogue with the sword. The Japanese sword sharpener is both a craftsman and an artist.So he will allow me to sit in here and actually put my toes there. So I don't know how I'm gonna do it, but I'm gonna try, guys. 脱いだ方がね、滑らないからね。そう。座ってって言われてもですね、座ります。左のお尻だけここに座る。左の尻。はい。左の尻。で、右の方は浮いてる状態ね。足を、ここはこれで。はい。で、この足を、ここへ。そう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 。慣れたらもうちょっとね、こう足がこうなるんだけど、うん、ちょうど体の中心がここの砥石の中心に来るぐらい、それが一つ構え。うん、オッケーオッケー。
よかった。それで刀持つんですよ。右手にこう持って、はい、でこちらこう持って腕ね、ちょうどね脇のところがこの右の膝の上にこう乗るのが理想だから、なかなか最初からいかないんだわ。それですよね。だからあります、ね、この分厚いのでするとこれが高くなるから足が痛い、余計痛いんですよ。大丈夫です。 I'm gonna try now guys。 OK、 上からこうそうで、まあまあ自分で動かす方法やってごらん。こう使う、うん、はい、うん、I don't know if you can hear the sound, but it's really relaxing and just you can forget everything。 なんていうんですかね、こう無になれるっていうか、はい、余計なことが頭に入らないと、ここに集中して、ね、ですからデスクワークやってる人が、うん、どこ遠いとこからこう来てやりますね。あんた遠いとこから来てしんどいやろうって、いや、これをやってる時が一番心が集中するんです、はい、長むんですって言います。いや本当に、もうこの本当一番これしんどい仕事やけどなって言うんですけどね。もうちょっとね、こうやった方が楽だな。ここ、うん、45度ぐらいにして、うん、はい、やった方が楽。峰がちょっとまだ錆びてたからね、はい、うん、まあ錆びが取れるような、まあ、こうすごい荒い石ではないから安心してやればいい、うん、いろいろ角度書いてやっていくんですよね。反対側だったらこうだね、はい、うん、でこっては、うんうんうん、それは上の方からこう、そうそのまま、うん、緊張しますね。リズム取れますよね。そう、リズムが、力だけじゃないの、リズム、うん、だから上手な人の飛ぶのは音がこうすごく心地よいんです、うんうん、だから弟子が横でね飛び取ったら音でわかるの。ちょっとおかしいよっつってやっぱり音が大事ですね。そうです、うん、うん、音もね、はい、耳から聞こえる音と手から伝わる音ってあるからね、うん、2月に体験してで4月から入った女性が、うん、で自分が今やってるものを今さやのしてるんですよ。その間何もないから、はい、でこちらこれでもやっとき言うてから、はい、やらせて、それがねうまくできてるんですよ。砥石が砥石の角度がねずっと揃ってるでしょ、はい、そうですあっちこうなったりしないでしょ。ない同じ、ここはこうでしょ、はい、それがねやっぱりねそれ見て僕たちは判断するんですよ。あ、この人は適正向いてるなとかね、うん、でも本当に見えるんですね。学びましたというか どうやって学ぶんですか。ああ僕の場合は僕は3代目なので父親から手ほどき教えてもらいました、他にですねいろんなその先輩の方が研がれたお刀を見せていただいたり、その古くから伝わっているお刀ですね。でそれがどのようなあれで経緯で研がれたか、どのような技術で研がれたかっていうのもそのお刀を見ればだんだん読み取れるわけなんですよ。ですからそういうことでですね吸収するというかね学ばせていただいたりしてきました。何年間かかりましたっていうか、だそうですね僕の場合はもう10年間はい、ずっと父親の下で流行りました。弟子さんいらっしゃいますか。はい、50人以上いますね、はい、たくさんいらっしゃいます、ね、結構増えましたね、自分の弟子に一番大切だと思っていることは何でしょうか。そうですね、僕が先ほど言いましたように10年間修行した中で9年間その下地研ぎっていうのをやったんですよ。いわゆる基礎ですね。基礎ができてないといくら仕上げで美しく仕上げようと思ってもダメなんです、はい、ですから人間と一緒でやはり基礎それから下地っていうのがね、はい、一番の基本なんで、これを徹底的に弟子には教え込んでます。人にも適応するっていうんですかね、中がそうなんですよ、はい、まあどんなお仕事にもそうですよね、とにかく一番古い刀って どれぐらい何年前の刀ですかね。そうですね、大体平安末期ぐらいのですから1000年以上前ですかね。1000年以上前ですか、はいはい、最近もねこの近くで神社から発見されたすごい平安時代末期という剣がね、諸刃の剣が、はい、ま、今真っ暗な状態なんですけど、これを研がせていただく予定です。すごいね、それ神社の蔵の奥の方にあって、はい、分からなかったらしいんで最近見つかってね、はい、緊張しませんか緊張というよりかもうそういうね古いお刀に触れるという、はい、その妙理ですね、すごくこう、はい、自分としては研がせていただくのがでどのような姿になるか、はい、どのような表情になるかいうのがすごく楽しみでね。そうですよね、
はい、いや全部まくるってことはもう何も見えない状態ですよね、そのどんなデザインっていうか、うん、そうなんですよ、もう長年も錆びてましてね。でそれどっかの飾るんですか。大阪府だけじゃなくて日本の国の宝という感じのものになるかも分かりません、はい、ですから例えば博物館とかね、はい、そういうきっちりしたその展示ができる施設のところで展示するようになるでしょうね。飾ってる刀があると思うんですが、うん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 、その中の真ん中の方模様っていうかですか ね、 あの入ってると思うんですが、はい、それって何ですか。金象眼って言って金で金を埋めてですね、はい、七星拳星座ですね、北斗七星、それをこう金象眼したものですね。聖徳太子って方が日本にいらっしゃったんですけれども、その方が当時お使いに拝用されたっていうその太刀ですね。その本物はその大阪の天王寺の四天王寺っていうところにね伝わって、それはもう国宝になりましてね、ですからそれはもう、四天王寺さんにあるか今東京国立博物館に、あるかですけれども、そういう形で伝えられておりまして、それの現代の刀鍛冶が模写写した同じような形ですね。この刀のちょっと歴史について何か教えていただけますか。そうですね、先ほど言いましたその七星拳というのはまだその大陸中国とか朝鮮半島の方から伝わったまだ向こうの形の、ご覧になった時分かると思うんですけど、まっすぐなんですよね、はい、いわゆる直刀って言われる形式のもので、はい、でそれがやはり日本の古墳時代なんかは全部その直刀の形式のものが使われて、まだ平安初期ぐらいまではああいう形やったんですね、はい、ところが平安中期ぐらいにですね、あの形ではどうもその機能的にちょっと使いづらい、やはり少しこう反りがあった方がね、はい、抜く時も抜きやすいし、例えばその実際に使用した時も鋭利な感じにまた形的に変化させてますからね、はい、それが日本刀としての起源なんです。ですから平安中期ぐらいですから、もう今からやっぱ1000年以上前のね、はい、ものになりますね。怪我とかしなかったですか。違う、それはもう日常茶飯事です。大抵もはい、先ほど映像で見ていただいて分かりますけれども、こちらの方にはこういうサイデっていうさらしをですね、はい、巻いて、こちらはこう右手はこれなんです、左手は必ず素手で触りますから、はい、ですからやっぱり食い込んでくるんですよね、こういう感じでね、はい、ですから慣れすぎると、まあ、車の運転でもそうでしょ、はい、慣れすぎると片手ハンドルとかよそ見したりして、ね、はい、で刀っても一緒なんですよ、はい、もう水こう払う時でもね、よそ向いてこんなことするから大怪我したりね、はい、うん、そうするんですよ。だから自分の不注意、刀の方から噛みつかないから、はい、自分が悪いんだからね。そうですね、うん、できる気がしないです自分が、今ね、でもね、女性の方に入門する人何人かいましたよ。あ、本当ですか。はい、うん、一人の方なんかこれでまた一つの職業としてね、はい、うん、身を立てたいっていう感じでやってますよ、はい、すごくいいことやと思います。男の世界っていうような感じでしたけど、はい、今は全然そんなことないです、はい、むしろね、僕たちは歓迎しますね。女性は繊細ですから、仕上げの面なんかでも男には男性にはできないようなところもね、やっぱりこう、はい、うまくこなしていくんじゃないかっていう期待があってね、教える方かってすごく楽しみなんです。で東京の方なんかにはすごく立派な、はい、お仕事なさる女性の方もね、いろんなもうメディアなんかにも出ていらっしゃいますけど、有名な方もいらっしゃいますよ。ここでの例えば外国人向けの何ていうんですかね、体験っていうのはやったりしますか。うちの弟子がちょっと武道関係のことを教えてる、はい、そのお弟子さんたちが外国から来られて研ぎの先生のところへ案内するからいうことでここに来られて、ちょっとこういうふうに座ってみたりね、はい、うん、その形だけね、はい、そういうのをこう写真で撮ってね、すごく喜ばれてますよ。だからまだ希望、ご希望ならばそういうこともやってもいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。いや、すごく楽しそうです。喜んでいただいて日本刀のことを理解してもらうという一つのね、道として、これやっぱりいる必要なんじゃないかなと思いますよ、うん、いや、ありがとうございます、すごく勉強になりました、ありがとうございます、本当に。